マージャンファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。これより第36期 A1 リーグ、第12節、最終節ですね。タクノット会をお届けしてまいります。実況は私、古橋隆が、そして本日の解説は A2 リーグ第2位。はい。はい、佐々木佐々が務めます。佐々さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、では早速、本日の選手紹介をしてまいりましょう。まずはこの方です。トータルポイントマイナス 151.6、第10位、前原雄大。続いてマイナス 232.4、 第12位伊藤優子。続いてマイナス 196.0、 第11位和久津明。最後にマイナス 97.0、 第9位沢崎誠。以上4名によって最終節 A 卓が行われます。ここで11節終了時の成績表をご覧いただきましょう。はい、こちらですね、本日は最終節ということで、下位4名での対局となります。久さん、今日の見どころどういったところになりますか。はい、まあ現実的にこの4名から高級者2人が出るであろうと思われる戦いで、はい、まあ、非常に残酷であり、うん、まあ、逆に言えば非常に面白い、一番面白い戦いとあのプロ連盟の中で言われておりますが、そうですね。はい、でまあ、ポイントで言うと、うん、まあ、前原枠通の争いかなというところな、はい、でもあるんですが、はい、まあ、有効さんと前原さんも 80.8 ポイント差ですから、はい、そうですね、まあまあ有効さんも1回戦目大きなトップ取ったりすると、はい、全然どうなるかわからないです。そうですね、はい、非常に残酷であり、とても面白い戦いになることが予想されますので、はい、皆様最後までぜひご覧ください。はい、では対局の準備整ったようです。第36期放線 A1 リーグ最終節 A 卓1回戦の放線開始です。はい、最終節ということもあり、立ち会い人は藤原競技委員長が務めます。さあ、対局開始されるでしょうか。はい、藤原競技委員長の合図によって1回戦が開始となります。1回戦はちいちゃに前原、なんちゃに伊藤、シャーチャに和久津、ペーチャに沢崎の並びです。いや、本当に和久津伊藤がかなり苦しいところだったんですが、前原がね、前節 96.4 と非常に大きなマイナスで、まあ下位にこう突入してしまったと。近づいてきた。うん、そうですね、まさにアンガー結果なんですが、ね、沢崎さんにしたってここ4節ずっとマイナスしてて、本当ですよ、本当上位宅争いのね、はい、感じもあったんですけど、決定戦いくかなっていう感じだったんですけどね、うん、こう4節でマイナス200ポイント近く、沈んでしまった沢崎、うん、ただまだポイントには若干の余裕、うん、沢崎さんは、ね、かなり余裕ありますよね、はい、2ラス分ぐらいの余裕はまああると言ってもいいでしょうかね。和久津さんとの差が99ポイント差、はい、まあ相当有利なポジションであることは間違いないと思いますけど、1回トップ取っちゃえばね、もうかなり楽にはなると思うんですが、です、ね、さあ手配の方見ていきましょう。こちらが、おっと前原が早速仕掛けていきましたね。これは前原らしい、そうですね、親番で先手を取っていくといいシャンテンです。前原さんは40ポイント差のトーナメント、はい、4回戦と思って戦うと言ってました。なるほどなるほど。だから1回戦目にできるだけ勝負かけるように、はい、というお話でした。いや本当にまあほぼこの4名の中から2人が来季 A2 リーグに来てしまうと、うん、まあ、久津さんもね、まあ、A1 リーグ昇級の可能性は 2% ぐらいはあるので、もうちょっとあるんじゃない、ちょっとね、どうなるかわからないですけれども、いやだから気は抜けないのは間違いないですよね。澤崎さんのポジションだってね、何があるかわからないですから、はい、そうですよね。澤崎前原が A2 に来たらちょっとみんな辞めちゃうんじゃないかなっていうぐらいね落ちてきたけど、そのままストレートで上がっちゃうもう来年2人上がるんでしょみたいな、いやそれは非常に困りますが、もちろんね、伊藤和久津が来たって昇級の本命ですもんね、うん、今年は近藤内川が当然のように上位争いしてますから、うん、さあ前原はローソンあんこにしてさらに手広いシャンテになっています。和久津にしたってこの1回戦でやっぱり大きなトップ取りたいですね、はい、そうですよね。さあ安めのリャンマンを引いてのいいシャンテンは和久津、
さあ天敗だ、ね、ここは関連ピン、連ピンは山に2枚、まあガラリーは封印するって言ってましたからね。本当ですか。まあうん、いいんですか封印して。そうなるでしょうきっと。特に和久さんのリーチとかにははいそんなに向かわないと思いますね。さあこれは噛んだ、暴走暗冠して臨車にはいない、かなりプレッシャーに。ああ来たぞ、リーチか、闇って、いや噛んされてる。あそっかそっかそっか、暴走噛んされてますね。これは相当薄い、3層が1枚だけ。ただ伊藤も勝負手です。うん、とローマンか。お、これは空切りましたよ。でもちょっとおかしいですよね。何かおかしい、切ってますからね自分で。空切りっぽく見えるじゃないですか。はい、相手に考えさせますね前原。あれは空切りなのかどうなのか、疑心暗鬼にさせて和屈を下ろした。ちょっと仕掛けのインパクトは強いですよね。ありますよ、うん、ポンで暗冠ですから。あでもローマン空切りされるとドラガンコになったのかなとか。えでもチーマン切ってるからちょっと違いますね。ドラガンコはちょっと考えづらいんじゃないですか。うん、さあ、リャンピンまだ2枚いますよ。これはどうするか、一通か単野か。もうこうスーピン切ってきましたね。イーピンはションパイだから、そっか、チーピン通ってますもんね、うん、安全度を重視した位置だと言えるでしょうか。さあ、沢崎和屈はもうかなり対応している。まず先制の上がりが欲しい伊藤、そして前原。まあリーチ打っても面白いと思いますけど、優子さんたちだとね。そうですね、追いかける側で、まあ、ローソーアンカーはされてますけど、はい、リーチ打てば7700。そうですね、後がない伊藤、現10代の伊藤優子。おそらく前原3層持ってきたら短期に受けそうですよね。優子、うん、さんの打敗が、ね、うん、無筋切ってますもん ね、 ね、スーピンとか切ってますし。さあこれは4切るか7切るか、まあドラ表ですからね、7の方になりますね、うん、これはローマン自分から4枚見えますかね、はい、相当通りやすいな、7万。キューピンも一応ションパイですからね、うん、これは伊藤が来てるんじゃないかと。さすがにマンズのしごろ持ってそうだとはみんな思うと思いますからね、これはローワンダーチーワンダー手から出てきてる、はい、じゃあ町はどこなんだっていうところですよね。ソーズもローソーアンカンして分断されてますから、うん、やはりピンズのリャンウーピンとかがそうです、ね、ヤンメンなら本戦に見えそうですね、はい、サブローピンか、そのか、まあまあベタ売りすれば出る場合じゃないので、うん、そうですね、沢崎のこのリャンピンも間違いなく打ちません。さあリャンピン残り1枚、3層も1枚、1対1になりましたね。あ、ん、3層1枚ですよね。あ、積もった、積もったか、伊藤積もったらさい、8枚目のサブロー層積もりました。積もピンフドラドラ1300、2600、うん、積もるとリーチ打ちたくなかった、ね、積もるならば2000、4000にね、したいところでしたが、いやしかし伊藤のスタイルはこれですからね。そうですね、これでさらに親番で大きな打点をと。さあトン2局、伊藤の親番ドラは吐く。そしてターツの振り替え全然考えてらっしゃらなかったですね。今スーピン持ってきたり、例えばね、ロースを缶されてるから。あ、そう、そうですね、確かに。そうそうそう、どっかで払う手順がうあるかと思ったけど、はい、そのままで、まあ、変えるならばスーピンあたりですよね。うん、そうですね。いや、それはいい方向に出ました。斉藤ハイパイ、いいんじゃないですか。まずまずまとまっている。こちらは和屈、和屈も悪くないですね、3色が見えます。さあ沢崎がドラドラだ。
ただ残った形はそこまで良くはない急走から前原ソーズで一メンツ。おお、ウーソーが4枚だ。いいシャンテンですね。一応いいシャンテンですが、松も次第ではソーズの一色もなくはないですね。狙っていきたいところ、うん、例えばドラの城とかダブトンだとか持ってきたときに3ピンウピンと払って本一に、まあこれで両面両面ですか。これもいいしね、はい、リーチの手順でしょうから、うん、さあ急所の両枚引いたぞ沢崎。白が山に2枚ですからね。まあ流派仕掛けても仕掛けやすくなりますもんね、重ねても。あ、そうですね、はい、はい、さあただここで親の先生リーチが来た。伊藤の先生リーチ、マッチはいいスピン、これに押し返せるかどうかですよね。沢崎どうするんだろう。普段なら絶対行くんだけど、まあ、まずはパーピンとか9万も若干通りやすそうには見えるが、どうも、ああ抜いた、こういう戦いなんだ、うん、今日は。そうですね、もうそれぞれテーマがありますね。そうですね、ポイント稼ぐんではなくて4回をどうやってしのぐか、はい、まあ、当然ね沢崎はそういう戦いもうまいですからね。いやただこの手配で行かない沢崎っていうのが見れるのも本当にね1年でこの日ぐらいですから、これはこれで非常に面白い一面が見れます。だから沢崎さんと前原さんはできるだけこうリーチ打たないような手を作ってきたわけですね。そうですね、単葉だとかピンフだとか、はい、役割を目指していくと、ね、当然このイースピン打ちません。でウーピンが前順に手から打たれているので、やはりイースピン6球ピンっていうのは打ちづらいところですよね、うん、やっぱね不用意なリーチを打って和久さんとか有効さんに直撃を食らうのは厳しくなります ね、 リーチ打つならばしっかりとした町で、勝算がある町でリーチを打ちたいところですね。さあ伊藤のいいスピン積もりました。連続での上がりリーチ積もで1000オール。ちょっと嫌な感じしますね。嫌な感じしますよ、ここ大きなトップ取られてくると、はい、3並びとかになるかもしれないですもん ね、 うん、ね、沢崎はまだ余裕ありますが、さあ伊藤連ちゃん、ドラは数ピンです。トンニ局一本場、おっと険しい表情、ドラ1枚見えるぞ。93個、おお、いいね、おなんだこれ、もういいジャンテンかもしれないです。そうですね、球場3ピンテンパイじゃないですか。あ、テンパイだ、ダブリじゃないですかこれ。 3ピンだ。さあ伊藤、いやリーチですよねこれは、さすがにリーチでしょ。さあリーパイしてテンパっております。リーチ、これはもう他三者は嘘だろうと、こんなのもうやってらんねえ。三品だ、ただ待ちが悪すぎる。三品ここに1枚来た。沢崎いいですね、アイパイ。三品でも3枚あったんですね。あ、全山だったんだ、ドラ表に1枚で。さあ積もれば4000オール。このダブルリーチ、ワクツもこれ行きたいですね、2メンツありますから。沢崎だってこれどうするんだ。いや慎重、チュンじゃなくてハクですよ、2枚やる分。まあそうですね、はい、親のダブリですからやっぱこうなるんでしょうね。沢崎もここは向かっていかないのか。ワクツは行くぞ、ワクツは行くぞ。これはただイーソーも1打目に切ってるんで、はい、あ、本当だ、うん、そんなに行きたくはない。そっか、ゲームなんですね、ゲーム2打ったんでイーソー。そっかそっかそっか。3層打つ感じじゃないですか。はい、ここはワクツも行かないんですね、失礼しました。沢崎はどうですか、ウーマンが現物。まあ多分ウーマン切っていって
馬ですね。三品打つことは相当ないですね、これは。手配に価値ないですからね。三品で打ったらほぼ7700からですもんね。どうするんだ、イーシャンテンチューンぐらいいきますか。いや、トンか、うん、いや、丁寧だな、やっぱり。いや、前原も同じくですけど、ダブリーの場合はもう自敗で当たっちゃったらしょうがないとある程度考えるしかないですね、はい、やっぱり2、8とか、はい、3、7あたりが当たりやすい、はい、っていうのは、まあ、手配はもうあり合わせですからね。はい、そうですね、何も狙っていないわけですから、受けが残りやすくて、はい、久保さんのリーチと一緒ですもんね。まあ、ほぼ一緒ですね、はいはい、8巡目でもダブリーみたいなあり合わせ、ありやすい、そうそうそう。さあ、3ピはまだ山に2枚残っている側靴が、やっぱり、ね、筋だけど28あんまりしたくないね。いや、ちょっと今怖そうに、うん、ただしょうがない、はい、それ選ぶしかないですもんね。両面っていう場合もね、結構ありますからね。まあ、両面はなかなか、やっぱ愚形の方が多いですか。愚形の方が圧倒的に多いですよね。とは言っても無筋を切るならば、うん、筋に頼りたいですね。そうね、あとは2枚あるから両面が、いや、前原もないぞ、ね、現物ない。一巡でも多くしのげるように、はい、ワンチャンスのチーマンか、ドラの数ピンが通った。もうチーマンですか。そうですね、もうないですね、前原全くない。チューンじゃなくてチーマンっていうのも面白いですね、うん、うわ、ないぞ。9万打つかな、2万か、それとも2枚ある分2万、両万が2枚場に見えている。分かんないですもんね。ローソーとは何ぞや、うん、パーソーワンチャンス、パーソー3枚見え、うんうん、3層通ってる、あ、3層通ってるんですね、はい、なるほどなるほど、ワンチャンスと。そうか、相当詰まってますよ、うん、ただでも端の範囲打ちそうですよね、うん、それでもね、カンチャンがない分、両面があると思ってるんですかね。なるほど、スースは現物、うん、こう引くならば、サチソ筋、パーマンはこの筋ですね。3ピンまだ2枚、2枚あります。さあ、これはイーピンを打つか、ただションパイ、タンヤのイーシャンテンになりましたか、まあ、ローソーは通ってるんで、あ、そっかそっか、ローソー現物ですもんね、ここは。ということはローソーですか、ね、停して手堅く打つ沢崎、また、うん、前原内蔵現物がない。あー、キーマン取った、これはちょっと楽になる沢崎さんの手ではなかなか勝負いかないと思いますけどね、やっぱり。さあ、まだ現物あります。ローソーは現物、リャンマンも現物、スーソーも現物。おー、ウーピン、これ積もると5万点のトップ1人浮き、32ポイント浮き、うん、ワクツはかわしてますね、現状ですが、積もればですけど、結構面白くなってきますよね、うん、前原さんとの差が 80.8 だから、はい、有効差40いて前原さん40沈むみたいな形でいいわけですね。そうですね、うん、1回で勝っちゃうかもしれない。ちゃんと復活、うん、そうですね、E ピンもまあまあまあ、あ、3ピンは沢崎が吸収だ。さあ、枠現物はいっぱいありますが、テンパイ入ってどうするか。マンズだ、ローマン、これぐらいでは E ピンは打てないか、うん、ローソー小さそうですかね。さあ、残り1枚の3ピン積もれるかいと。まあ、枠通さんにしたって前屋さんに上に行きたいんで、はい、ちょっと不用意な補充は避けたいと思うんですか、ここは。伊
藤の連チャンを是が非でも止めるという今ポイント状況ではないと、うんうん、さあサイドイーシャン点やっぱしっかりチャンスを待ってそこでぶつけるっていう構えの方がはいいいんではないかと思いますけどね。さあこれチー点取れるけど取れないですよね。今これも取っていない。まだイーシャン点粘ります。ワクツリューハは通っているが別のなんだリャンマンとかさあ前原もこれは折り切れそうです。残り積もこれで1回。さあ3ピアまだ1枚あるぞ。靴も降りる分には現物はある。チーピン、ウーピンとウーマンとかもありますからね。文字はない。これは大丈夫ですね。はい、初を打つか、まあ、慎重にダーチも考えてここは初を打つ。さあ最後のツモです。伊藤3ピン積もれば4000オール。うーんダメか。さあここは一人転敗で流局。同じでしょ一人転敗は。はいそうですね伊藤の一人転敗。あのイーソーが3ピンだったらもうかわしてるんですけどね。そうだね。はい伊藤の連チャントン2局2本馬京卓が1本。おっと伊藤手を温めていたぞ。寒いんですかね会場は。いとはさあ気合十分ドラはいいピン。どうだドラが1枚悪いな一目につか。いやそこまで悪くはないか。上の3色あたりが見える、うんまあ、なんとかドラを1枚 使い切ってそうです ね、はい、3色はこだわらずまたリーチで攻めていきたい。うんさあさあずき悪くないぞ。うん前原はメンツがない。白重なりました。チャンタがありますか。仕掛けるんでしょうかね白はね。普段の糸は1枚目はスルーしそうですけどね。状況は違いますからねいつもと。仕掛けると他の3社相当行きづらいですよね。そうやってノーテンバップで稼ぐやり方とか。なるほど普段よりやっぱ向かってきづらいわけですよね。はいさあこれはちゃんと3色まで見ているぞ。いや佐々木これはいきそうですね。これは、ね、そうですね。これはさすがに目いっぱいだ。さあこの局面は沢崎がおお来たぞ。すまんか。あもうだって見ましたね。手作りが大きいからね。そうですよね。玉点でこういうのに打っちゃうのも厳しいんですよね結構ね。伊藤の必殺技ですからね。もうダマ点の高打点これに捕まったやつは地獄行きですよ。3万はいらない。嘘これも馬の頃から切りますね。いや切りだ。うん佐々木も自敗はいらない。単葉にしたいんです。いやこうだって見えてきましたね前原。ウーピンだと一通があるけど切ってきました。ちゃんと三色の方これでイーシャン点でもドラ使いたいんですね。うん馬切り
うん、来たぞ来たぞ、うん、童話町いてねえでしょうね、前原ですね、ね、はい、うわ来た来た来た、いいシャンテン来たぞ、チュンですかさすがに、うん、さあ怖い怖い怖い、伊藤がこれ先に嘘を切ってますから、イーソー引いてるのも関連なんぞも面白いですね、本当だ、ちょっと手配は変則っぽい捨て合いがね、はい、うわドラのいいピン、いやもう切るならここしかないと、これは前原がチーテンを入れてきた、いや買わせるかもしれない、ローマン誰も持ってない、全山だ、いやこんな振り点取れない、ゆうこさん早くリーチ行きたいね、そうですね、靴は引いたのか、引いた、どう見えるんだろう、ファンパイはな、白があるのか、この白は切りず、いや切ってった、ポンはない、もう面前で勝負だ、伊藤パーピンどうする、9ピンが3枚目、つもぎり、この局面でもどうですかね、テンパイともリーチいかないかな、横尾さんね、いかないかもしれないですよ、リーチ打つと前田さんがすごくやめてくれやすそうな、はい、いやーローマン4枚山、ここは前原もかわしたい、きたー完了、そうこれが2山リーチか、面白いけどな、伊藤なら闇点もある、闇点だ、仕掛けてる前原の現物っていうのもありますね、これ枠ツ危ないですよ、リャンソー効くなこの磯引きは、これは伊藤の真骨頂だ、ちゃんとドラ1、7700は8300、いや見てんですよこのポイントで、うん、やっぱり前原さんが目立ってたからな、リーチ行ってる人も多いと思いますよ、リーチ行ったらワクツ打たないでしょうね、おそらく、うわすごいね、やっぱりこのなんていうんですかね、ベテランの経験値といいますか、そこで闇手にできる弾力、一回戦からもう面白くなりそうな感じあるもん、ね、そうですよ、お、これもいいんじゃない、しごろを見える、ほんとだ、後輩パイ、いやー、靴も悪くないぞ、沢崎は白が統一マンズが多い、もうしっかり気持ち持ち直してね、はい、1回目できるだけ沈みたくないんでね、枠ツ、ね、そうですね、いやー だけどいいぞ、手配は一番いい、ドラドラ、ドラだ、うわー枠ツ、伊藤が枠ツをかわしている現状、面白くなってきたぞ、で41ぐらいの差になったってことですね、伊藤さん、有効さんと前田さんの差がね、はいはい、さあドラドラの沢崎、これはチートイツでしょうね、おそらく、まあドラと白はどうかな、泣くかもしれませんけどね、泣くかな、白が統一、佐々木は、まあ、こういったとこと来たぞ、リーチだ、うん、ウーソー自分の中から3枚見えてて、はい、リャンソー2人早くて、スーソーいい街かもしれないという前山だ実際、うん、いやワクツ、ここは見事な待ち読み、沢崎どうする、瞬現物、打点があるかどうかがまだ分かんないですもんね、そうですね、いやしかしここは徹底している沢崎、うん、まあ今の報酬がありましたから、まあ、バクツに打つわけにはいかないっていうのもあるでしょう、はい、伊藤は行きますよねこれ、パーピン現物って、あさあこの数層積もれば先ほどの報酬が帰ってくる、お、ちょっと面白くなってきた、キューピンいきますね、うん、こ
この手ならちょっと勝負行きたい。そうですね、はい、行きたい。ヤンマも現物になった。なんだマンザ、パーマンも必要な牌ですよ。ヤンマンですか。スーソーはどこにいるんだ。ゆうこうさんのところに入っても面白い。まだ手が出ないですから。はい。さあ、さっき現物はないか。怖い、いいまん切り。リャンマンのワンチャンスですか。来た、来た。ゴロッチもある。パーソーか。まあ、パーソーですね。パーソーですね。いやこれはどうなる。伊藤の押し返しはもう間もなく、もう間もなく来てしまうぞ。前原さんもいいションってなった。本当だ。バシッと行くか、無筋行きましょう、ね、怖いぞ。伊藤が押し返してきている。数層は深い。まだ顔を出さない。ちょっと並べ替えて確認してるぐらいですね、はい、まあ、まだ脳天ですけど。そうですね、ええ、ピンズがジャントになればウッパーマン、うん、ピンズの両面が埋まれば、まあ、待ち取りはいろいろありますが、サブロッキューマンやスッチーワンやら、はい、いろいろありますね。決めたいですからね。シンプルに。あ、これテンパイだね。まあ、テンパイですね。これはスチーワン打つ。ピンフのテンパイ。あ、でも三色か。数万切れば。そうですね。数万切ってリーチもあるね。数万切ってリーチか。リーチですね。さすがにリーチった。チーピンツモなら6000オール1枚ある。いや相当薄いっす。チーピン、チーピン1枚とスーピン1枚。いや怖いよこれは。でも2対3、2対3だけど。あ、テンパイだ。あ、テンパイだ。あ、押すかこれは。いや押しづらいぞこれは。いけないでしょう。前行く、前原、うん、1回目は押すと。1回目は押していく。サブローマン、これを押して前、違う。あ、何、チーマン、チーマン、サブローマンも薄いんです。ローマンがない。うわ、ワクツの数層短期が一番ある。3万2枚か。前原さんは数層は使えるもんね。そうですね。2万。いや、なんでこんなに決着図順目が深い。ワクツの数層はどこだ。大体もう沢崎に行くんだよな、こういうの。チーピンがなくなった。チーピンなくなったのは大きいね。6000オールはなくなった。ブンブンと、うん、ブンブンですよ、前原さん。そうね。いや、決着はつきそうだが。スーピン1枚対スーソー3枚。スーソー3枚。3万が2枚。1対2対3、まあ、切るならいいピンですねこれは、うん、はい。うわ、スーソーだ。これがスーソーでしょう。そうですね、スーソーは靴の勝ち。いや、先ほどの宝珠取り返しましたね。いい場所でしたね。はい、リーチ単野落ちドイツ6400は3本場7300。いいリカバリーになった。そうですね、積極的にリーチに行ったのが。リーチ行かないとね、ちょっと待ち変えたくもなりますもんね、うん、ナイス判断は靴。もうあの時点でもう数層がある程度良さげに見えましたね、はい、単位やっぱつけたいから。そうですね、自敗短期っていうわけにはいかないですよ ね、 そうね。打点がだいぶ違いますもんね。さあ、まだまだは靴が
は踏みとどまります。この3曲は靴の野蛮、ドラはウーピン。あ、でもドラドラだ、だけど後が悪いぞ。まあ、だから地雷重ねる、厄介重ねるとか、はい、単野とか。佐々木も初が統一で後が消し、前原マンズが非常に多い。だけど総図が両面立つですからね、無理に本一は狙わないかもしれない。そうですね、まあ、ピン風ができるならそれが一番理想的で、はい、役割を目指していきたいと、はい。手なりでいきそうですね、前原。とにかく役割を徹底的に作っていく。あとは阿久津さんのリーチには向かわない、有効さんとね、はい、もうテーマはそこだけでしょう。ですね。さあ、先も手組みが難しい。チートイツ音声になるか。さあ、三走引いてこれで二面つ完成。伊藤も二面爪が完成します。二差しの三色があるか。重なる重なる、トーナツが増えてきた。うわ、来た、来たぞ。二差しもあるね。はい、三走か二走まず引きたい伊藤。手が伸びない、ワクツ。すごっ、沢崎、トイツ集めるのうまい。トイトイ仕掛けはどうでしょうかね。ちょっと仕掛けやすいパイばっかなんですね。そうです、そうですね。ヤクヤクトイトイまでありますから、ただどうなんだろう。まあ、チートイツのいいシャンテンなので、はい、打点が欲しいわけじゃないですもんね。そうなんですよ、回りやすさですから。考えると沢崎のテーマからすると仕掛けなさそうですけど、初が出ます。微動だにしない、非常に引き締まった表情沢崎。ピクリとも動きませんでした。まあ、例えば開幕戦とかなら仕掛けて、はい、まず仕掛けるのが普通でしょうかね。そうですね、役役というか。あー、3万入った。あー、3万じゃない、馬か、ね、ごめんなさい。名前さん、ピークのいいシャンテンです。はい、ローピンはつむぎりと。ワクツは一目につもできない。二枚目の初、動かない。チートイツに決めた。まあ、受け駒としても使えるということですね。そうですね、これは。嘘切りとした沢崎さんのゲームです。いやー、なかなか単野か、ね、単野だけどなかなか仕掛けづらいですね、これは。あ、来たぞ、白短期か、ションパイ、うんうん、これがワクツが浮いている。これもさすがですね、うん、慌てず本当に参考になります。白か、いや、3ピンだ。騒がずの沢崎、ちょっと捨て合いは怖い感じになってきましたね。沢崎さん、来た、来たぞ。これは急走か、うん、うーん、ドランコだがまだ耐える。ただもうこれは助からないでしょう、沢崎が町を変えない限り。チューンは、あ、一枚切れ、変えた、ワクツ助かった。現状は助かった。でもチュンも山に2枚ある。全員つもぎりそう。ここがチャンスになったんだよね。そうなんですよ。いや、変えない変えない。もうチュン短期は最終形になりそうですかね、ドラ引いてこない限り。そうですね、ドラ引いてきちゃうのが最悪なんですけど。来た、確定だ。パーマン短期かな、パーマンにしそうですね。あ、ローマンにしたの。
まあ、仮点だから、うんうんうん、沢崎さんのゲームズで1回受けておいたってことです。なるほど。このまま竹山に1枚ありますね。白は大丈夫。パーピンの方が安全度が高いってことだ。あ、まず9万か。あ、前原ですね、うん、なるほど。ジョンが深いな。ちょっと切りづらいパイか。いや、切っていく。怖い怖い。これはどうですか、リアムパーソー。ウーソーが2枚切れか。変えるね。8狙いですよね、でも。ペイはどうだ。いや、3枚切れ。天敗だ、サブロマン。これはワクツの親は流れそうだ。3人天敗、親のワクツ以外が天敗している。ワクツはまだリアンシャンテン、いや、しかしチューンが深い。イーソーも見た目いい感じですかね。変えない変えない、チューンと真珠だ。たらればですが、伊藤がパーマン短期だったら、今の前原のパーマンが直撃に取れていたかもしれない。パーソンにするでしょうね。でもパーソン1枚あるんですよ。あ、リアンソー当たり牌だ。これは打ちそうだな。上がりますよね、伊藤。上がるでしょ。見逃した。いや、上がりましたね。上がりました。タンヤを1300の上がり。まあ沢崎も1300でワクツの矢流れるならよしと。相撲盤がね、もうちょっとあればね、ゆうこさんあと1回しかなかったんで、はい、見逃しもありだったと。いや、あの、いや、見逃しが、はい、見逃さなくていいと思いました。高い打点に仕上げたいんであれば、はい、でもうちょっと相撲盤があれば見逃す猶予もあったかと思いますけど。さあ、トン4局、沢崎のエヴァンドラはウーマン。まずはやっぱこのハンチャンしっかりトップ取ることが大事だと思いますからね、はい、今の見逃したことで、例えばワクスさんの連チャンを呼んだりするのが良くないかと僕は思います。はい、さあ、沢崎のエヴァンになりましたけど、どうですか、沢崎親の連チャンにはあまりこだわらないことは、あんまりその安い連チャンにはこだわらない。うわ、なんだなんだ、なんだこれ、とんでもないのが来たぞ。なんですか、おい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 、決めたら一気にまくるぞ、前原を。なんだこのハイパイ。白髪中初ワクツに1枚だけだ。うわ、なんだこれ、とんでもないの来た。一個アンコにしたい。前原さんもいいじゃんって。チートイツいいじゃんってんだけど、ね、こんな寂しいチートイツないですよ。いや、ワクツの初も出そうだな、これいずれ。ただ自敗の切り方が普段と違うね、ワクツね。ダブトンから切ることが多いけど。そうですね。ちょっと普段と打ち方変えた。きた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 、ビトミン。これで形できましたね、はい、ポンポンロンですよ。ポンポンでロンはないか。ポンポンツーですね。そうね、はい。キューピンポンしないですね。キューピンポンしないでしょうね。え、ガラ、え、打ったよ、打っちゃったよ。大丈夫、久さん、この順目だからってことですか。これ、ま、行きますよね。いや、行かないわけないですよね。リアンソーから行きますか。リアンソー行くか。キューピー打っちゃうと第三弦なくなっちゃうかもしれないんですよね、うん、一旦リアンソー打って、これ初出そうだな。いや、ペーか。いや、でもいずれ出そう。そして沢崎はおそらく行かないでしょうから、パーピン三山。ガラリーの精度は高いのはいいんですけど、とんでもない人が待ち構えてるんですよ。行きますもんね、これ。ね、もう伊藤がくくっちゃいますよ。増水がらりしないんじゃないんですか。トンバでいきなり出してます。しないって言ってたけどね。いや、三元杯深いな。
で出ない出ない、次です、次でそう、うわあ、つまった。さすが、さすが前原、もうガラリ言った方がいいんじゃないですか、前原さん。リーチツモで500戦、伊藤もこの表情、役割目指すなら、あの両ピン切って天敗取らずとかもあるのかなと思ったんですけどね。それで今パーピン引いてピンフル天敗みたいな、はい、イースピンと、はい、いやただ前原ここは得意のガラクタリーチきっちりと引き当てて親番迎えます。内局初戦につきかな、だからなるほど、でもね並びができてきたりとかね、はい、すると2回戦3回戦でアイリーチは多分打っていかないでしょうから、内局ドラは言いそう、前原の親番、あれ第三言打ってたらすごい後悔してたのね私はなんて愚かなんだっていうのを言いそうですね。いやでも三元杯も深かったですね今ね。いやでも本当になんか面白いですね。いや面白い、うん、なんでこんな風になるんだろうこれは一気通貫やら上の三色やらありますね。高打点が見える、バクツはバカゼの難が統一、サオザキは地風のペイが統一。バクツからするとどうだろう、マヤさんとの浮き沈みを作りたいかな、最低限だよね。うん、そうですね、うん、さあチートイツイーシャンテン、5ピンチーピンか、何もあるね、何だと単品イペコになりますね。ここは打点見たぞ、阿久津親が前原さんってことで、うん、勝負どころですか、2戦4戦とか、はい、あ、てか沢崎ドラドラじゃないですか、これは仕掛けるかもしれないぞ、ペイチャー、てか沢崎のポイントだと半チャン4回、はい、ずっとベタ折りしててもなんとかなります、いやー100ポイント差、ちょっとどうだろうね、全部ベタ折りだと厳しいかなと思いますけどね。自分が完全先手取れる時だけ行こうかなという判断には見えますが、これはどうですかね、今回ドラドラある時は仕掛けも、ああ来てる、今3ピンですね、そう、アクツローマン欲しいぞ、うわローマン誰も持ってない、全山だ、リャーピン引いた時にどう受けるかね、カンローマンリーチじゃないですかね、もう打点にこだわって、テーマで言うとやっぱ前田さんの親をできるだけ多く被らせたいから、そうですね、ちょっとリャンピンが少し薄くなってきましたね、あら本当だ、リャンピン3切りになっちゃった、でもちょっと地位をかけられないな、リャンピンね、そうですよね、結局地位統一だな、沢崎、さあ前原2面詰めが完成、これでイーシャンテンですね、伊藤はイーシャンテン、しかし想像一気通過にしたいですか、うーんそうですね、ええ、ドラも言いそうですし、さあワクツローマ行きたい、モリアムピンでもいい、いやこれは両天秤かけそうだ、シャーギリだ、ヤムピン山に1枚ずつ、うわカンローマンの方が多いんですね、うん、ローマンは山に3枚、ドラ引いたぞ、来た来た、これはいいですね、さあスーマ打ってもうくっつきはいらないっていうことですもん ねこれ、ローソー引いたらもうリーチでしょ、うん、これはあ、まあこれだと闇天か、うん、リアムピン待ち、太陽の天敗、薄いもんねリアムピンがね、うん、薄い、まあしょうがない、はい、ああこれ打ったか、いや打たない打たない、3色あるのか、来てない、これじゃない、闇点ですか、いやリーチもあるけどな、急走3枚見えてるからリーチあるんじゃないですか、本当だ、急走3枚見える、行くかいと、行かない、ここは闇点、あ、チーツ行くんだ、リャンピン、じゃあリャンピンだ、ここは和屈が直撃、1300ですが前原の親番をかわします、タンヤオです、
伊藤がリーチいってたらおそらくポンがないでしょうから。ないな、うん、ただまだトップ目は伊藤です。第2局伊藤の親番。藤原審判長の鋭い眼光が、おっとちょっと今眠そうだったぞ大丈夫か今のは。藤原さん、こんな大事な対局、うん、トンチュン流派ドラは1枚ドラが流派、楽しみですね。これはコウ立て見えるぞ。見えるね。何から行きますか。イーソーから行きますか。うん、イーソーあたりから行きたい。ピンズの本一が一応今のところは一番、ね、うん、枚数でそうね、はい、ピンズが3枚ですからね。さあ佐々木後輩パイ、うん、ドラドラですよ前原さん、形も悪くない。これは前原チャンス。これで小さを打ってアシャーから来ましたね、うん、仕掛けどうなんだろうな。これもあ、チュン泣いてない、チュンは泣いてないですね、とりあえず。サインを引いた。うわ絶好のルピン。さあ、パーピン重ねた。面本チートイとかもありますか。ただ、2枚目のチュンは泣きそう。ソニアンシャンテン、あ、今これだと面白くないな。まあ仕掛けた先にトイトイがありますからね。まあそうですね。マクツはちょっと難しい手配、うん、ローソンちょっと痛い、痛いですね。チュンどうする。2枚目だ、ポンか。これはコウ打点はドラの重なりかトイトイと、うん、ああいいこれでいいじゃん、これはい、いやそのキュラチーソー引いた。これでワクツもいいシャンテン。さあ来たぞ、ね、沢崎がテンパイ6、9万。これは9万は全員止まらなそうだ。今打ちますか。これで前原のローマンが宝珠はなくなりましたね、うん、イーマンポンして3万か。できるだけドラを打たない構えですね。うん、さあ沢崎がすでに天敗。9万積もった。優しく子は積もる。積もピンフで400、700。さあトンバは高打点が出ましたが、ナンバは静かに流れていく。さあこのワクツさんの親は一つ、はい、山場になるかもしれないですね。マルさん沈んでますからね。ここは全員やらせたくない親ですからね、うん、かなりのスピード勝負になることが予想されますが、ドラは数万。さあワクツハイパイどうだ。一メンツ、一メンツ、まあなんとかなるかもしれない。やめ一つ、ドラスマンです。沢崎ドラ1、こちらは前原、ミツはない。みんなさほど良くない。あ、そうですね、ワクツチャンス、チャンス十分あるんじゃないですか。地配から切っていきます。4と1ですね、
なんとなくいい感じで来てますね。伸びてますね。いい筆まとまりそう。ドラの数万がまだ沢崎に1枚しかない。沢崎さんもいい層から切った単葉ですね。本当だ。さあチートリス、うん、いいシャンテンですね。前原リアンマーは残したいですかね。3枚自分で3枚見えてるから、はい、これいい待ち頃の範囲になったらリーチ打つんですかね。一応16残に積もれば減点復帰してオーラス。やっぱり開幕戦1回戦目だから、はい、その可能性もありますよね。初短期とかね、リャンマン短期とか行くかもしれない。リャンマン今切れちゃったな。まあ、このあと捨て合いがものすごく変則になるんじゃちょっと話し合うんですけど、ね、現状だとまだちょっとおとなしくは見えますよね、うん、そうね、一試合白ですから、はい。ドラ重なったけど難しい。来たか、ドラか。ドラ来ちゃうとこれ山に1枚しかない。いやー、相撲が順調すぎる。いいシャンテン。ヤンマー2人の現物ですから3層ですか。そうですね。嘘を引いてリーチ行きたいですね。パーソーだとどうなんだろうな。6球ピンでもリーチ行くでしょうけど、そうですね、パーソー引きだけちょっと待つかな、うんうん、ただ1300オールも大きいんで。いやー、そうですね。あとはリーチ この威力っていうのがこの局面はとんでもなく強いですからね、はいはい、うん、沢崎も形決めていった。いや、前原残り1枚が引けない。伊藤もまだメンツがない。ここで初を打っていく目いっぱいだ。靴は両面2つ。ここで持ち帰るか、より通りそうな、うん、より安全な白、はい、2枚切れですかね。これは残せない。残した。あ、そっか、うん、2枚切れですもんね。これ間に合っちゃったりして地獄待ちが。いや、自分で切ってんですよ。あ、本当だ失礼。あの、より安全にですね、はい、親の現物を抱えました。2人とも自分で切ってる箱を持ってるわけですね、うんうん、で確かに白を最後に打つとチートイツっぽくはないですね。確かにそうですね、さあダブナン重ねましたか。形できてますからね。これ仕掛けも十分考え、いや来たぞ、ドラ短期リーチいった。リーチいった、リーチいった。1回戦目はもう勝負ってことですね、前原。それは言ってましたからね。はい、1枚あるぞ。いや、でも枠ツはこれ引かないですね、おそらく。このいいシャンテンは。あとは沢崎がどうするか。前原にならいってもいい、うん、ドラドラですからね。言えばいいんだけど、ダブナンはもう仕掛けるでしょ。そうですよね、うん、ナンは1枚切れか。さらに手広くなった。あー来た、これでポンテンだ。いいシャンテンですね。まあ、ウッパーソチーからでも入りそうですけど、まあ、ワクツが打たないですけどね、ウッパーソは手に入るんで。いやー、ただなかなか引けない。あー先に打つ。ウッパーソーを先に引いた場合はどうするかだね。リーチもありますよね。沢崎さんはね。ん？これはローピン現物。3万打ちますか。リャンマンが早いですから、まあ換算。ドラが、まあ、うん、換算もなさそう。リャンマンがかなり見えてますもんね。うん、4枚見えか、換算もはない。うん、パーマンとしたワクツもこのウッパーソロッキューピンがもうほとんどないか。来たぞ、リーチか、リーチだ。闇天、いや相当薄いんですよね。キューピン3枚切れ、ローピンも現物。リーチ行きたいけどな。リーチ行きたいね。枚数は薄いんですけど、直撃チャンスだから。うー、これは入り目。
ドラの数万持ってきたらどうしましょう。バクツ打っちゃいそうですよね。2万通ったからね、うん、いや佐々木の何も深いのか。前原のドラ短期もまだ1枚ある。なんかなんです、ね、まあ、打たないな、現物じゃないから。いやこれで止まってしまった。親とワクツと前原の1対1になりそう。酸素はノーチャンス。数素か、これは通ってないですね。風相がノーチャンスなのは靴の目からしか分かりません。なんなんといくか。チュンが今通りましたね、うん、チュン切る。数相が打てるかどうかの間じゃないですか。ですか、うん、薄いとはいえまだ山にありますからね。6球ピンは靴の町の方が強い。来たか、ローピンだ。いやーリーチがあればリーチ行きたかったね。行きたかった、積もるなら行きたかった。積もピンフイーペコーで1300オールです。ワクツ、ただこの積も上がりは原点復帰の上がり。これね、前原と今2着ラスですよね、おそらく2着ラスだと順位でね、12、はい、うん、うん、そうですね、12ポイント、うん、その点で1万点ほどついてますから20ポイント以上は縮まってますよ、うん、45ですから始まる前が、ね、半分ぐらいになってますよ。もうトップまで行けばほぼ並びまで見えてきますからね。ワクツ、うん、ドラ1、ドラウーピン悪くないぞ。うんうんうん、前原面白い。ハイパイ、トイトイヤホンいつがある。サイトを見えない。統一系ですかね、こちらも。そうね、白重なった。これは仕掛けありそうですね。一枚いいです。そうですね、うん、何切りますか。シートいつも見つつスーソローソスーソローソもあるし、うん、ローソからいった、うん、ドラを引いた。ドラが全員に1枚ずつ。前原さんはペイは今仕掛けなかったけど2枚目を仕掛けて本一に行くかもしれないですね。ピンズの本一、うん、そうですね、仕掛けそう。ウーピンがばらけたということはウーピン短期のチートイツは実らないですね。そうですね、分かれないでしょう。いや現状下位2人が浮きで、うん、上位の2人が沈んでますからギュッとまたこれ面白いよ展開だよね。ポイントが縮まっていきますよ。さあ来たぞ前原パーピン。チートになっちゃうとダメなんですよ。仕掛けないとパーピン出そうだな。これ仕掛けますよね。これ仕掛けるでしょ。でトイトイがあるのか。何ですか、一回なんか。あ、いやそうだ、もう一つ決めた。今沈んでるから打点が欲しいんですね。もう一ついっとけばね、最低満貫はありますもんね、この形なら。ほぼ最低満貫ないか。ないない。三ピンポンのなんとかで本一ドラ1かもしれないですかね。そうですね、さあペイが浅いところにあると助かるぞ。沢崎も一面つかんせ。ピンズが高いですね。前原の仕掛け、ここはパースを打っていきます。さあピンズを引きたい前原。スーピンがドラの表示合い以外は全部残ってますからね、はい、おお、本当ですね。それは嬉しい情報。全員欲しいですねスーピン。ああもうチートイツ決めた。ほう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 。
となるといやきついな、ワクター上がりはないぞ。チートイツに行ってしまうとどうしちゃってドラ短期にしますもん ね打点欲しいから。だからリーチ行ければやっぱりレンチャンはそうですね、みんな迎えづらいんでリーチ行きそうですね、うん、でもウーピン短期でリーチいいんじゃないですかね。黙ってればやっぱ前さんの手が進んでしまいますからね。そうですね。さあ自敗が紡ぎられたぞ。スーピンがあるからユウコさんも、はい、そうですね、はい、スーピン引ければ一気にもうアンガー、こりゃ痛い、これは痛いな。ワクツー、うわスピーだ、前原だ、チャンスだ。同じくスーピン欲しいのは伊藤、ここに来た、ワクツが重ねたかったローマン。もう沢崎ピンズと自敗は打たないでしょうから ね、マンズからの選択になりそう。なんとか粘って天敗取りたいぐらいか。ここは9万切りトンは切ってしまった。前原もね、この形でサブローピン持たなきゃいけないっていうのは怖いですけどね。うん、またぎの枠の間4件5枚持ち、まあ、ラス目ですから、うん、仕方なしというところでしょうか、はい、来た、うわースーピン、スーピンとリャンウーピンですね。ウーピンがないんですが、うん、リャンピンが2枚ある、うん、うわチーピンだって、いい、関してリンシャンに何がいたか。スーアンコのインシャン点なんですよね、うん、普通に進めてると。あ、ただまあウーピンでもいいタイミングでウーピン出ちゃうかもしれなかったですね。3万ウーマンでしょ、いますもんね。うわこうなるともう、なんだ、うーわ9ピンだった、うわって3万ウーマン、ウーピンの切り時ですけどね、どこで切るかだけど。3万でも倍1枚切られてるからさ、5万、うん、5万が1枚か、いや、ウーマンはそうね、ううう、決まリンシャンにうまいたりして、いや、ウーマンが引きたくないですね。バンズ自慢、マージャンあるあるだねあれは。いや本当に本当にそう、うん、いやでもやっぱ考えようによってはウーピン最後まで引っ張りそう、どまあインシャン点で離すか、うん、そうするとギリギリ間に合ってそうなんですよね。難しい、なんでマンズばっかりなの、テンパ入れたいけどな、うん、なんとか。あ、うまく来た、まあ臨車にはなかったということですね。そうです ね。さあ前原のリャンピンはまだあるぞ。いや前原もこれ上がりたい、上がりたいけど割れなくてもまあ900点しか上がらないですもんね、一人テンパならば。そっか、3級ですもんね、うん、あ、来た、これはいいマン切って、もう順目ないですからね。そうですね、次配定か、自分がこれ大きいね、配定のリャンピン、ね、配定のリャンピンは止まんないかもしれないな。まだピンズ余ってないんですよ、ションパイの何が余ったんですか。でもどう見るか。さあ枠の上がりはないぞ、そして前原の上がり牌は2枚山、ん、数万が通りますね、数万。小
シーソー、ああ積まれない、試練を与えてくるのか、どうなんだ、和屈の配定は、ビグ2枚あったんだっけ、ああセーフ、2枚はワンパイでした、リャンピン、和屈前原2人転敗で流局、さあまだもつれる、南三局和屈の連チャンです、日本馬、ドラはキューピン、2000オールでもいいからちょっと加点したいな、和屈2000オールは大きいですよ、ちょっと少なめに言ったんですよね、なるほどいいんじゃないって、伊藤もちょっと減らしてきてますからね、うん、あトップあるね、もう少しで、はい、あーっと前原、これは仕掛けていきそうですよ、南春といつ、しかも南春は和屈に1枚ずつある、うん、手形がいいから、はい、もう出そう、もう出そうだ、開くからこの指運この指運大事なんですよ、いい形になってから流せちゃうかも、法律があるありますね、法律いきそうだね、いきそう、どっちみちウピンか、チュン1枚目からいきそうですね、ポンダ、ここは前原が仕掛けていくぞ、そうですか、3万打つか、3万打ってもう次何出ますからね、これおそらくポンしてどう打ちますか、あ何本出たら法律いかないか、ただ何切ります、パーピンキューピンですか、パーピンキューピンでしょうね、シャンパーピン打ってドラを引けば3走3走と、うん、となりそう、おじゃない、シャンテン取らず、そうか、大きく構える前原、和屈さん浮いてるからな、確かに打点が欲しいんだ、蹴るだけじゃダメだね、いやでも和屈さんとても進んできてるぞ、うんうん、これはちょっと怖い仕掛けだ、沢崎もたまらず現物のイーマン、ドラは3枚山にありますね、あらららら、ら羽まんまでありますよ前原、うん、チーピンも3枚ありますね、うわパーピンも2枚あるからね、うわもう何でもある、その代わりスーピンがちょっと薄いかな、あそうですね、スーピンが薄い、きたこれは嬉しい、一番嬉しい4枚目のスーピン、結構上がりまでの手応えありそうですね、これは、ね、いやだってチーピン3枚にキューピンも3枚ですもんね、うん、どう来ても山に十分、いやー和屈もいいシャンテン、ただこれ間に合っちゃうかもしれない、チーピンが当たる計算ね、ウーピンもチーピンも当たる可能性がある、なんだ、白を泣いたのは伊藤だ、伊藤が仕掛けた、珍しいこんな仕掛け、2枚目の後ろ、うん、まあ、前原さん上がらすわけにいかないもんね、そうですね、まず、まずウーマンではテンパしない、ゴロッチなりそうでちょっとなりづらい、なりそうでなりづらい、うん、いやなんかいいの入りそう、前原何が入るか、キューピン来るとすごいよね、うん、ピンズは全部テンパイですか、前原ローピンまだ引っ張る、本当だ、早く打ちたいけどね、ローピン、はい、あこれはチーピン打つか、振り手んだけどサブロケースを、どうします、ピンズ早く打ちたいもん、あ打たない打たない打たない、これが怖い、うーん、あー伊藤にテンパ入った、救世主現る、バワン、これはいい待ちだ、バワン対サブロケは肩上がり、まあ、まだ大丈夫だろうと思いますよね、ピンズはね、はい、はい、切りたかったですよね、うん、いやただ前原引きはないぞ、おそらくパーワンどうかな、あ打つかもしれない、いやでも伊藤の打点がちょっとわからない、うん、2枚目ですからね、白
あ、靴の街は3万が1枚と、はい、ローアン2枚手配に3枚使われている。1枚、薄いな。1枚ずつ。あ、うまく掴んだ。ここは伊藤の上がり。まだまだ前原の浮上のきっかけはつかめない。白で線は1600。いやでもこれ和久さん嬉しい上がりじゃないですか。前原がラスになりましたね。そうそう、いやギリギリなんなかったね。どうだ233。あ、なってないか。なってないけどちょっと浮くの大変になりましたからね、うんうんうん、そうですね、うん、7700上がんないと。はい、さあドラリャンマンオーラス沢崎のエヴァン、ここもそれほど連チャンにはこだわらないでしょう。ああ、ドラドラ、ドラドラならばこれは上がりに来るぞ。おそらく形も悪くないというか、形いい、めちゃめちゃいい、リャンシャン点ですね。前原白といつだ。伊藤は悪いぞ。前原さんも3着キープでしょうね。ワクツもいいぞ、2面続きている。しかし沢崎の方が上だ。これでイシャンテン、嘘かな、できれば3万あたりを引きたい。差し掛けやすい形になってきた。もう1回戦目も3着でしょうがないってところでしょうね。はい、ましたね。白は2枚山です。白が2枚山。さあ沢崎さん、これは3色もありましたけどね。そうですね、イースも2枚切る。さあ換算ピン入ってこれで一面つかんせいと、ゆうこさんもドロドロですが、あ、本当だ、本当ですね。ドラドラが2人。そう、あ、これでダブなんだ。ダブなんだと、ダブなん、リーズもダブなん、原点が、あ、でもナンは山にはない。まあでもやっぱ出たら泣くでしょうね、うん、そうですよね、うん、1枚目から泣いていきますよね、おそらく。でそう、これは初から。さあその前に沢崎のリーチが来るか。ナンはやっぱなかなか出づらいんじゃないですか。前原さん、あ、そっか、ね、前原さんですね、ライバルの。そうそう、ダブなんですからね。伊藤も手が進んでくる。ああ、白もナンもペイから、このタイミングでシーソー引かれると前原リーチがありそうですから、ワクツ危ないんですけどね。いや、まあそうなったら打たないでしょ。打たないか。打たない、打たない。現物いっぱいありますね、うん、自敗の持ち方が前原さん対応してるね、持ち方ですから。あ、これでイーマン3万があるか。あるね。あ、イーマンからだ。数万ここで打ちます。虎の受け入れ欲しいところでしたが、安全度のとの兼ね合いと。リーチ行くかどうかだな、前原さんが。リーチも出すとラスに落ちるんで。本当だ、難しいですね、ただ高めつもで原点と。白がここにも来た。泣けそう、泣けそうですね。何を積もってようやく浮きだから、どうかな、リーチ打たないかもしれないね。さあ前原のシャンポンはもう山にはなくなっています、うん、ただ沢崎さんからは白出そうですもんね。出そう、あ、リーチだ。ただリーチになって、まあ泣くな、これでも泣くでしょ。小さな現物待ち、泣いた。前原も勝負だ、現物待ちでここは勝負をかける。カンチーピンは山さん、うん、山2じゃない、山2か、うん、1枚切れてます。失礼しました。これに枠さんは打たないからね。うん、そうですね。沢崎さん積もって、まあ点数にもよるけど、うん、
まあ、一番いいのは真矢さんが澤崎さんに打ち込むこと。そうですね、うん、パーピンも行ってますからね。もう全面対決、このチーピンも行きますね。さあスッチーソーはどうでしょう。スーソーが1枚、チーソーが1枚、2対2だ。2対2は分からない。カン、さらに打点アップ。臨車に何かいるか。今一回戦目でまず勝負どころになりましたね。いや来ましたね。前原も全面対決。前原さん例えば直撃、はい、沢崎さんに打っちゃったりすると一人沈みになるし。いや本当だ、これはすごいです。すごいですね、はい、今26ポイント差だから。あ、スーソーだ。ここは前原の上がり、うん、現物ですね。沢崎の現物。ここは伊藤が補充となりました。あら、随分簡単に打っちゃいましたね。あれれれれ、リャンピンとかなんかなかったかな。うん、リャンピンもただ前原には同じぐらいか、なさそうですね。はい、ということで1回戦はトップに伊藤、2着に枠津、3着前原、4着沢崎の並びです。はい、以上の並びで1回戦が終了いたしました。引き続き2回戦です。